こんにちは。牧先生、今日は何を作りますか？はい、今日はチーズメンチカツを作っていきます。はい、メンチカツだけでも絶対美味しいのに、そこの中にチーズを入れちゃうっていう、ね、楽しみですね。今日はジューシーな肉ダネからチーズがとろけ出すボリュームたっぷりのチーズメンチカツを作っていきます。はい、材料はこちらになります。レシピは YouTube 概要欄にも載っています。 Instagram でも公開しますので、こちらもぜひチェックしてください。はい、では牧先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず下ごしらえで、今日は玉ねぎ切っていきましょうね。はい、はい、何切りですか？みじん切りにします。みじん切りで、はい、わあ、みじん切りは好きですこうですね。はい、今日はお肉に混ぜていくので、はい、ちょっとね、粗めでもいいですね。玉ねぎの食感残るぐらいで、こんぐらいでいいですかね。はい、OK です。はい、切れましたら、はい、今日は玉ねぎちょっとひと手間なんですけど、はい、一度電子レンジで加熱していきましょう。はい、耐熱容器に入れて、はい、あとね、ふんわりラップをかけて柔らかくするってことですね。そうですね、レンジにかけることによって、うん、玉ねぎの食感も柔らかくなって甘みが引き立つので、ある程度食感は残したいので、はい、軽くレンジで加熱するぐらいが揚げた時ちょうどいいんですね。はい、はい、じゃあラップをかけてチンしていきます。はい、チンは何秒ですか？今日はだいたい2分ぐらいですかね。2分ぐらい、はい、はい、ほんのり玉ねぎが透き通るぐらいが目安です。はい、はい、じゃあレンジにかけていきます。はい、はい、今チンしてますね。はい、今日新玉ねぎ使ってるんですけど、はい、普通の玉ねぎでもあります、はい、大丈夫ですか？もちろん大丈夫です。ただ新玉ねぎの方が多く水分は出てくるので、はい、もしちょっと肉だね緩くなるようであれば、パン粉の量とかちょっと増やしてもらった方が形作りやすくなりますね。はい、はいはい、じゃあ、はい、玉ねぎ取り出していきますね。はい、はい、皆さん熱いので気をつけてくださいね。熱々なの でこのままだとちょっとお肉と混ぜるには熱いので、しっかり粗熱を取ってから他の材料と混ぜるようにしてください。はい、はい、じゃあその間に今日は中にねチーズが入りますので、はい、チーズの準備をしましたね。はい、はい、で今日このスライスチーズの場合なんですけど、はい、ちょっとね、あの包みやすいように折りたたんでいきます。はい、はい、じゃあまず半分、半分こう、はい、はい、ここからは3等分になるようにパタンパタンと、パタン長方形になるようにできました。はい、これだとね、肉ダネにも包みやすいので、うん、いいですね。チーズの準備できましたね。はい、はい、じゃあ次は肉ダネを作っていきましょう。はい、はい、今日はね、豚ひき肉を用意しています。はい、もちろん合いびき肉でもいいんですけど、はい、豚ひき肉で作ると結構ふわっとした、はい、食感のあっさりめの、はい、メンチカツすごく美味しいので、今日は豚ひき肉で作っていきます。はい、はいはいはい、それでは豚ひき肉に他の材料を混ぜていきましょう。はい、はい、じゃあ玉ねぎもね、まずは、はい、冷めましたので入れていきます。はい、はいはい、じゃあ次はパン粉、パン粉、はい、これがね、つなぎになります。そうですね、はい、はい、あとは卵なんですけど、はい、これ1個分なんですけど、今日は2分の1個分なのでだいたい半分くらい、はい、で残った卵は今日は衣の時に使っていくので、はいはい、半分ずつ使っていきましょう。はい、あとはケチャップ、ケチャップ、はいはい、ケチャップっていろんな調味料が入ってるので、すごい旨味もあるし、スパイスも入ってたりするので、こういう下味にもね、ぴったりなんですか？はい、ケチャップ優秀ですね。優秀です。はい、あとは塩が小さじ2分の1入ります。はい、はい、あとは胡椒、胡椒、はい、はい、胡椒を入れていきます。あ、これです。はい、で、これはナツメグなんですけど、懐かしいですね、ウニオンハンバーグの時に。そうだね、使いましたね。肉の臭みを取るですね、はい、確かね、まあ、これはあればで OK です。うん、はい、はい、そしたらじゃあ私混ぜていきますね。はい、します。で混ぜるとき、はい、全体的に均一に混ざるように
こう掴む感じですね。はい、ちょっとね手早く揉み込んで、はい、肉に粘りが出るまで、はい、混ぜていきますね。静かにする感じなんですね。なんか最初が入れるよりは、そう、最初はギュッギュッってやって、うんうん、であと馴染んできたらこうぐるぐるっとぐるぐると混ぜると、粘り気、はい、早く混ぜますね。でここで手早くね、はい、あの混ぜるのも形作るのもやらないと、うん、手の温度伝わってお肉に何だろう体温が伝わっちゃうので、はい、なるべく、ね、こういう作業は手早くやってもらった方がいいですね。で今日はこの分量で4つ、はい、作れますので、はい、お肉4等分にしておきますね、はいはい、ちょっと最初平らにするんですね。そうですね、平らにして指で4等分していきます。ちょっと均一にね分けられますね。そうなんですよ、結構あるんですよ私、あの最後の1個すごいちっちゃいとか、最後の1個すごい大きいとか、なんとなくね目安つけてあげてた方が形は揃いますね、分かりやすいですね。はい、これぐらいでしょうか。はい、はい、こんな感じです。はい、じゃあ次は形を作っていきますね。はい、はい、まずこの肉だねなんですけど、うん、はい、なんとなく最初に丸く、はい、丸めてもらって、はい、であとはここにねチーズを入れていくので中心をくぼませてあげます。あ、結構グッと、ね、結構くぼませますね、はい、結構チーズも厚みあるので、うん、グッとへこませて、はい、この中に先ほどのチーズを、はい、入れます。はい、そしたらこのチーズを隠すように、はい、はい、お肉を周りから包み込んでしっかり閉じ目をなくしてあげます。はい、あとはひっくり返して形を整えれば、はい、はい、これで OK。 これあのハンバーグの時みたいにこう空気抜かなくていいんですか？空気なるべく抜ければいいんですけど、はい、まあ、そこまで気にしなくて大丈夫ですね。はい、はい、あ、OK。 今日綺麗綺麗にできましたいいですね。はい、はい、はい、じゃあ次は衣をつけていきましょう。はい、はい、でまずは最初に小麦粉をまぶしていきます。はい、はい、もう上から入れちゃっていいですか？うん、上からさっと、でなんとなく全体に薄く小麦粉つけば大丈夫なので、こんぐらいで大丈夫、全部はかけなくていいですね。でこんな感じで、あと余分な粉を落としながら全体につけていきましょう。じゃあ小麦粉をまぶしたので次は溶き卵をくぐらせていきます。はい、ね、さっと、あ、いいですね。はい、これはさっとで、はい、さっとくぐらせたら、はい、パン粉に芋を移して、あ、こういう感じ。あー、なるほどあ、なるほど、そう、片手で卵の手、パン粉の手あ、でもいいかもしれないこっちパン粉の手、そうそうそう、はい、衣付け完成ですはい、完成です。はい、じゃあ早速揚げていきましょうか。はい、はい、今日はだいたい油の温度の目安は170度ぐらいですかね。はい、意外と油少ないですね。そうですね、だいたい半分よりちょっと浸かるぐらいの量の油があれば、そのくらいでいいんですか？はい、十分なので。すごい油を使ってました今まで。結構ね、もったいないし、うん、油処理するのも大変だから、だいたいこのフライパン、ちょっと深めのフライパンとかだったら2センチぐらい、1、2センチぐらいで十分足りるので。はい、じゃあ温度上がってきましたので、はい、入れていきますか。あと気をつけてほしいのが、チーズしっかり包んでないと、はい、あの揚げてる時に中からチーズ漏れてくるので、あ、そうなると結構跳ねます、バチバチ。あ、そうなんですね。はい、なんか意外と、はい、その入れていくとかさ増しするの で、 そうです、ね、最初結構少ないなと思ったんですけど、半分、はい、くらいなんです ね、 これね、結構ねボリュームのある具材なので、うんうん、入れればかさももちろん上がりますね。全部したらなくていいんですね。うん、大丈夫です。なんかなんか全部かぶせなきゃいけないかなって今、まあ、全部使ってた方が上がり方も早いですけど、うん、その分ね油使うのちょっともったいないの で、 で、ね、処理も大変ですし、ね、まあ、はい、しっかりひっくり返してその都度火を入れてあげれば大丈夫です、うん、はい、これ何分間ぐらい？ね、だいたい170度で揚げる場合は5、6分ぐらいですかね。はい、その間にひっくり返す。
そうですね、2回、3回、3回くらいかな。2回くらい、はい。まあ、さっき5、6分って言ったんですけど、はい、しっかり色味見てね、美味しそうになってれば、うん、ひっくり返すっていうのを目安にしてもらうといいですね。あー、いい。いいですね。ねえ、あ、これは美味しい。美味しい確定。確定ですよ、もう。そろそろ良さそうでしたね。うん、両面こんがり揚がってきましたので、はい、じゃあ油から揚げていきましょうか。はい。はい、うわー、この焼き色が美味しそうですね、本当に。はい、では盛り付けをしていきましょう。今回お皿可愛いですね。ね、やっぱね、お皿、うん、乗せるお皿を変えるだけでもね、全然違いますよね。はい、印象変わってきますからね。あとね、付け合わせはもうお好みで、今日はキャベツときゅうりとトマトとちょっとレトロな付け合わせにしてあります。いいですね。はい、はい、チーズメンチカツ完成しました。それではさやちゃん試食をお願いします。はい、はい、ちょっとこれね切ってみたんですけど、わかります、このチーズのトロトロさ。はい、ではいただきます。うん、うん、すごいサクサク、うん、すんごいこれもサクサクしてて、でなんかチーズもすごいトロトロしてるんですけど、メンチカツとか揚げ物って結構重いイメージあるじゃないですか。今日豚ひき肉使ってるからかすごく軽くて、これ意外とご飯なしとかでもこれだけでも全然食事になりますし、あとビールとかお酒とかのおつまみにぴったりだと思います。ぜひ皆さんも一緒に作ってみてください。牧先生、今日の料理、チーズメンチカツを美味しく作る魔法の一手間は何ですか？はい、今日は玉ねぎのみじん切りをあらかじめレンジにかけることで甘さをより引き出しました。はい、はい、食べてみて分かったんですけど、やっぱりね、すごい甘く感じたんですよ、うん、あとその材料を混ぜてても電子レンジで温めることによって焼く手間を省けるっていうのはすごいですよね。そうですね、時間短縮にもなりますね、うん、はい、はい、牧先生、今日の料理、チーズメンチカツのアレンジ方法やアドバイスなどはありますか？はい、今日はおすすめの食べ方なんですけど、はい、ソースをかけてパンに挟んで、うん、メンチカツサンドにしても美味しいですし、あとはカレーのトッピングにしても美味しいので、ぜひ試してください。はい、衣のサクサク食感とトロトロチーズの食感が楽しいチーズメンチカツです。ぜひお試しください。料理ノート、今日はチーズメンチカツを作りました。牧先生の魔法の一手間をご参考にしてください。このチャンネルではこれからも美味しくて心も体も喜ぶ料理を紹介していきます。ぜひ気に入っていただけましたらチャンネル登録といいねをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。